さて今回のテーマはこちら。これは今もやってはる人多いでしょ。長期的な体質改善による効果は期待できそうですね。ダイエットとしてはかなり真っ当かも。真っ当は大事ですよね、ヨガだけにね。さあヨガでダイエット、取り組むか取り組まないかはあなた次第。マルイナチュラルガーデン黒田、ただいま大好評営業中。こだわり抜いた食材にもう食欲が止まらないから、さあレッツダイエット。